どうもこんにちは、柴田洋介です。で今回の常夏の星ですけれども、これ私10年前に見てます。あの時はまだ学生でした。何回留年したか分かりませんけれども、まだ学生でした。その時にですね、あの私が参加しているサークルではないもう一つのマイナーなサークル劇圏、そちらでやっていた作品をたまたま見に行ったんですね。もうなんか看板が目立ってたんですかね、たまたま見に行ったんです。そしたらですね、本当面白かったっていうか、くだらなかったんです。くだらないやつがいっぱい出てました。でもその中で最もくだらなかったのが、今思い起こせば特攻工事でした。一番目立ってくだらなかったのが作演出をやってたんですね。でも涙を流して笑ったのは多分あれが初めてだったんじゃないでしょうかね。僕はその時、あ、特攻工事面白いな、この人と一緒に芝居ができたらいいなと思いました。そして今10年の時が経って、僕はあの作品にまた出ることが、いやまたじゃないです、出ることが決まりました。本当にこの10年の赤全部ね、お客さんにぶつけようと思います。涙赤食らってください。常夏の